ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介のコーナーです。一週間の小ぶさたでした。皆様いかがお過ごしでしょうか、えー。私が現在住んでいる東京都杉並区、現在の温度が、これ表示によって違うんですが、2度、強風秒速17メートルということで、外はもう激しい強風が吹きまくって、 で窓ガラスの外もガタ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 しているような状況です。今2度と表示されてますが、えー、予想の方ではマイナス1度という予想が出ていたようですね。そしてこの後もさらに温度は下がり、夜中にはマイナス2度よりも下がるというような予報が出ております。なんか記録的な寒波が襲来し。 ところによっては雪も降るでしょうという最低気温がマイナス4度と出ておりますが金曜日ぐらいには雪が降るような予報が出ております大荒れの天気になりますということだそうです急にここへ来て寒波到来真冬到来ということでちょっと大変まあ怖くて不安ですがそれよりも何よりも今このガタ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 という音あるいは このマイクででも拾ってしまっててししまいるんでしょうかちょっとこのあと不安な状況です。と言いつつも進めてまいりましょうか。特にニュースという取り上げるほどのニュースもなくまあ気候のことを除けば割と穏やかな1月月末ということになりましょうか。私自身のニュースで言うと 先週もちょっと申し上げたかもしれませんがこのところ、まあ、YouTube の方で非常に興味を持って見ているのが進化論ですねなんか「進化論」とかあるいは「古代史」とかそういう自然科学社会科学系の番組が非常に面白くて、まあ、元祖ナショナルナショナルジオフ グラフィックチャンネルはまあ昔からごひいきなんですけれども最近はそれとはまたちょっと違う視点のまあちょっとした割と身近な話題から入るような自然科学社会科学系のものが非常に面白くてですねまあ私の本業というか本来である文学とか朗読とかアートとかそういうのとはまた別の面白さがあるということでいろいろ見ております。 まあそれにしても気になるのがやはり CM でですねなんか必ずどのプログラムでも CM が入るようになったせいかその CM がですね CM が嫌なんじゃないんですよ。CM にも本当にいい CM とそうでないものがあってですねまあ髪の毛がどうとか痩せるのがどうとかそういうなんかもうそのテーマそのものが嫌な場合もあるし。 作り方が安易だったりなんか偏っていたり特に気になるのはあのなんか異世界に召喚されるゲームのこれ CM なんでしょうか本当にしつこく入って面白くも興味も何にもなくただうるさいだけで本当にこのギャーギャー言うのをやめてほしいという感じでですねぜひこの CM にもコメントを 欄を設けてていいただいてみんなでこういう CM 面白くない不愉快だからやめてくれっていうようなコメントをみんなが書くようにしたらいいかと思うんですよ。CM は必ずつくんですけれどもそれを避けられないのであればこちらからも一言言いたいまあスポンサーですからスポンサーですから番組は選ぶんでしょうけれど番組だって CM 選びたいですよ。自分が見たいいと思っている 番組楽しみにしている番組の前に本当に興ざめなくだらない CM をつけないでほしいというふうに思ったりもしていますがこんなことはどうしたら実現できるんでしょうかはっきり言って CM には本当に素晴らしい CM もありますしそうでないものもありますまあこんなところで言っても何にもならないかもしれませんが声を大にして言いたいと思います。多分 リスナーの皆さんの中にも同じような意見を持ってらっしゃる方が大勢いらっしゃるんじゃないかと思って一応申し上げておきます。まあ CM スポンサーさんのおかげで私たちは安心して YouTube を毎日作ることができて本当にありがたいと思っていますけれどもそう思えない CM も多いということだけは言っておきたいと思います。そそししてて、まあ、れに付随して 最近なんかやはり y o u t u b e y o u r 危機論収益が何分の1に減ったとかまあそれは個人差があってその人が終わっただけだとかまたその議論があるんですけれどもまあはっきり言って私はまあ長いこと10年以上 YouTube をやってきて別に先輩ぶるわけでもなくベテランぶるわけでもないんですけれどもそういう波は何回もやってきたしその度に なんとかやり過ごしてきて今日があると思っていますのでまあ初めから順風満帆でうまくいってた人たちが最初に迎える冬でやめたりするっていうことは本当に多いらしいんですけれどもそんな波がある冬があるのは仕方がないことだし当たり前だしそこは乗り越えて続ける人だけが続けられるっていうことですのでよくその まあ冬,冬の季節を見極めてできれば乗り越えて続けてもらえたらいいかなと思ったりもしています。決していいことではありませんがもう何分の1どころか収益ゼロになった期間が半年も1年も続いたこともありますので、まあ、その後遺症は今も残ってはいるんですけれども、まあ、それを乗り越えてやれる人だけがやるんだなと思ったりもしています。 といったところで前節枕はこの辺にしていつものコーナーに入っていきましょうか、えー、まずはベスト10から DD 朗読ののチャンネルのベスト10からです。第10位野村古道作銭形平治鳥もの控えより奇形の豆9位池田大輔飛龍拳8位銭形平治人形の誘惑7位 形平次「読書毒の酒」と書いて読「読書六位銭形平次」「ムカデア殺し」5「五位銭形平次」「串の文字」「四位銭形平次」「若様の死三位銭形平次」「閉ざされた庭」2「二位池田大輔十二人の女」そして「DD 朗読園」の第一位は「山本周五郎作」「 官営競合伝ということで DD 朗読園のベスト10としては1位の山本周五郎寛永競合伝、えー、それ以外は銭形平治そして池田大輔のシリーズということで、まあ、9作野村小道作品うち池田大輔2作他は銭形平治ということで揃っております。 えー、11位から先を見てみますとやはり銭形平次水堀池田大輔「名機の謎」「桜吹雪」「銭形平次生き弔い」「池田大輔浪岡兄弟」「銭形平次幽霊の手紙」「池田大輔三人姉妹」「銭形平次曲げ切り」「笑いだけ」「おとよの恋人」 池田大輔死骸の殺人。そしてここに山本周五郎南海日本城銭形平治百四十四夜菊池寛の大衆明治史池田大輔運命の鬼笛山本周五郎恥を知る者銭形平治霧の刻印山本周五郎地蔵銭形平治花見の果て池田大輔化け物退治吉川英治 雲霧閻魔町池田大輔覆面の敵白い猫逆立稽子山本周五郎一年不退転池田大輔亮の家事銭形平次受難の通人山本周五郎悲文鞍馬卿銭形平次若様の死娘と二千両家琴の術頬の傷 池田大輔、江戸川橋、銭形平次、南蛮仏、双子の呪い、不死の霊役、兵庫の目玉と、五十位までを,を見ましても、やはり銭形平強剛、そして池田大輔、山本修五郎、吉川英治、菊池寛といったところが入っております、えー。ランキングの方には入っておりませんけれども、チャンネルの方では、DD 朗読園では、 山本修五郎の火の杯のシリーズそれから吉川英治の新書大公記のシリーズ連続ものでお送りしていますどちらも長い長い作品です新書大公記の方は3分冊目を終わりまして第4分冊目の方に突入いたしましたまだまだ信長秀吉家康3人とも まだ若くここれれからの活躍が期待されるところですそして今回その中から千利休、まあ、後の千利の休で当時は千の宗液という名前で活躍しておりました「堺の町を守る」という場面がですねたった2つの章2つの編で約、まあ、1時間ぐらいの ところなんですけれども、凝縮してもうあたかも。これだけで千の利休という短編が一つ出来上がるというようなま、起承転結のある完成度の高い部分がありますので、これは切り取り線としてまあ、切り抜き線ですね遺産、えー、分冊の最後のところから切り取っております。堺の線の総益後の線の利休と織田信長。 木下東吉郎というタイトルで切り抜いておりますまあ、この後も信長家康に関する部分を切り抜き線で出していく予定ですまあ、大河ドラマの家康の方も始まりましてどうやら賛否両論そしてまあ私たちのような世代にとっては大河ドラマも変わったなというまあ、大河ドラマといえば 国民作家吉川英治や山本周五郎の原作がまあ、ある種セオリーのような形で考えられていた時代からは大きく変わってまるでトレンディードラマのような月句に対してニッパチとニッパチ歴史ドラマというような感じになってきましたですねやはりオリジナリティの時代 そして新解釈の時代ということでまあそのことがまた賛否両論を生むようなんですけれどもあ家康はそして家康のドラマはこのあとどうなっていくでしょうかというまあ昨今のドラマとはまた別の形でスタンダードナンバーとしての吉川そしてまあ吉川英治と並ぶ歴史ドラマをてと ま得意としていた山本周五郎のまたちょっと一つひねったひねり技戦中戦後を描いた火の杯、これもまた楽しみなところです。といったところで DD 朗読ののランキンンキグとチャンネルのご紹介でした。それではチャンネルの方からコメントのご紹介最初にご紹介する作品は山本周五郎のこれはエッセー 人生の冬、自然の冬というエッセイですこれはまた明日会いましょうというまあこれまた山本周五郎らしくないタイトルのエッセイ集ですけれどもそちらの方から読んでおりますこのまた明日会いましょうという言葉は秋風の木という作品の中のセリフから取っているようですけれども、えー、その 人生の冬、自然の冬という作品へのコメント。周五郎先生が立ち止まって、タバコに火をつけている情景が目に浮かびました。ありがとう、素晴らしい朗読でしたというコメントをいただいております。どうもありがとうございます。まあ、小説校者の小説上手の周五郎先生ですが、エッセイにもなかなか味わいのあるものが多く、まあ、作者の日常や人柄が。 浮かぶようなエッセイということでこの人生の冬自然の冬というエッセイもそうした生き生きとしたエッセイの一つだと思って楽しんで読んでおりますコメントどうもありがとうございます、えー、それから続きましては作品が銭形平治の方の傷という作品へのコメント怖っ平治親分聞き 罰というコメントをいただいております。ありがとうございます、まあ、このところ野村古道作品の方は毎日銭形平治と池田大輔のシリーズを毎日1作ずつとまた他のチャンネルでですね「イグサチャンネル」の方で銭形平治ももう一つ読んでいるので1日3作品を まあ読んでいて23日で完結するというペースで進んでおりますけれどもまあどの作品もですね平治のかっこよさそして八五郎の面白さそして池田チームのチームワークそれぞれに楽しみのあるキャラクターストーリー味わっております。コメントいただきましたのは「頬の傷」という作品コメントありがとうございます。 続きまして作品は「正岡イルルの小説延長」というこれまた長い作品ですけれども第1編第1話というのをまとめた最初のシリーズのところコメントいただいております。未知の作品ですが実に興味深い続編の朗読を楽しみにしています。 いつもながらのメールを読むお疲れ様でしたというコメントをいただいておりますありがとうございますこの正岡いるる先生というのは、まあ、昭和の古い古い落語寄せ研究家そしてご自身も落語を作ったり自分でやったり老曲の詩を書いたりもする、まあ、多彩な古典芸能の研究者なんですけれども桂米朝師匠がよくこの 正岡先生のことを「恩師」と呼んで講座でもお話しされていましたそしてこの正岡入る先生には「延長花火」という短編ながら非常に鮮やかでお気味のいい作品がありその延長花火の面白さに惹かれてこの小説「延長」も読み始めております。最近こここののととろ年末ににですね落語いいうアニメがありましてそこにまあ昭和の古い 話科の話があるんですけれどもまあ、かなりそちらは BL 的なんですけれどもそれとはまた違った非常にリアルなゴツゴツしたドロドロしたまあ、落語会を描いている小説ということで小説延長を読んでおりますコメントどうもありがとうございますかなり長い小説のようですのでこの後まだまだ続くことになると思います、えー、それから えー、池田大輔のシリーズで「白い猫」に頂い,いたコメント「やっぱり最初の美しい花は周りを明るくするし皆様から好かれているのにどうして悲しいことです」というコメントを頂い,いておりますありがとうございます。これはちょっっとネタバレにになってしししままいいすがが最初に登場した美しいヒロインが 非常に生き生きと描かれるんですが、すぐになんか消えてしまうというようなちょっと意外な展開から始まる物語です。そして白い猫も意外な形で活躍し、謎解きに花を添えてくれるという展開になっております。池田大輔の白い猫という作品へのコメントありがとうございます。 それからこちらは銭形平治の「幽霊の手紙」という作品へのコメント。いつもありがとうございます。楽しみに聞いています。というコメントもいただいております。どうもありがとうございます。えー、続きましてはチャンネル変わって、イサナチャンネルですね。えー、こちらのちょっとベスト10の方を見ていきたいと思います。イサナチャンネルの10位は、山本周五郎、寝ぼけ所長、第1編、中央銀行30万円、 君室事件そして9位が山本周五郎の「風流太平記」より「ショート」での切り抜き落ちずと判事切り抜き戦第3編「紅ズメよりということで実はこの「風流太平記」の「落ちずと判事編」というのは切り抜き戦でもやっておりますしショートの方でも何種類か出しております。その中のの中つがこの紅雀編で 他にも落ち図の短歌だったり落ち図と判事の二人の会話だったりたくさんの種類をショートで挙げております。ということで9位が「ベニスズメ編」でした8位が「山本周五郎寝ぼけ所長」第6編より「夜ごと十二時」第7位が周五郎の「風流太平記」の第1編そして6位が同じく周五郎の「風流太平記」の 総集編編から5編そして5位が周五郎の「寝ぼけ所長第5編目の中の砂」4位が同じく寝ぼけ所長第7編の「けぼね屋親分」そして第3位が同じく寝ぼけ所長第8編「十目十死。2位が寝ぼけ所長第9編の「我が歌終わる」そして「イサナチャンネル」の第1位は「 寝ぼけ所長の第10編最後の挨拶ということで「イサなチャンネル」のベスト10の方は「寝ぼけ所長」のシリーズが7作入りそしてあとは「風流太平記」が3作品ということで山本周五郎一色のベスト10となっております。こちらは「サなチャンネル」です。イサナチャンネルでははここのの他に長い坂のシリーズこれはまだ 四分の一ぐらいなんですけれども、そこまでをまとめて各編ごとに出しております。そして本文の方も続行中ということで、これから先、まだまだ長く続く長い坂のシリーズになります。そして時々、小川美名の雪来る前の高原の話ですとか、百姓の夢といったような作品も読んでおります。以上、イサナチャンネルの元気報告でした。 えー、それからチャンネル変わりまして西尾木新生のチャンネルにいただいたコメント作品は吉川英治の資本体平記コメントです足利孝氏大好きです実に興味深い方ですね朗読も素敵です長丁場よろしくお願いしますというコメントいただいておりますどうもありがとうございますあこの資本体平記も非常に長い長い作品なんですが 少しずつ少しずつ読んでおります。コメントどうもありがとうございます。この西尾進生のチャンネルの方ではこの資本大平機のシリーズ、それから小倉百人一首のシリーズをまショートとそれから鑑賞という形で本文の方でも取り上げております。それからチャンネル変わりましてイグサチャンネルの方では同じ吉川英治の作品で。 上杉謙信のシリーズを続けておりますそれからイグサチャンネルの方でもゼニガタ平治のシリーズそして小説延長のシリーズも続けておりますそれからサブの切り抜き戦ということで最近では、まあ、おのぶの片思いというショートプログラムを出しておりますイグサチャンネルのベストテンは10位が山本周五郎静谷静9位が山本周五郎楽天旅に の3週目8位が銭形平治の罠「罠七7位が周五郎の「楽天旅日記」の6週6位が同じく楽天旅日記の4週5位が楽天旅日記の54位が銭形平治の罠「罠三3位が銭形平治の「一番札」2位が銭形平治の「世八五郎」そして「いぐさチャンネル」の1位は銭形平治の「子守唄」。 ということで、こちらもゼニガタ平時検討しております。そして山本周五郎も入っております。以上、イグサチャンネルでした。それからチャンネル変わって、イオギチャンネルの方でも、周五郎の最近では、晩秋、白石城四種、猿滑り、雪島区峠、二粒の雨など、それから、 えー、こちらの「いよぎチャンネル」の方では「赤ひげ」のシリーズの中からの切り抜き線ということでこれは「うぐいすばか」から「妄想の幸福」「幸福の妄想」ということで切り取りしております。また「小節記」のシリーズはすでに完結しておりますがこの小節記からも切り取り線この後も続く予定です。以上イイチャンネルです、えー、それからググ3、イグ3 朗読者の方のチャンネルでは山本修五郎の新長期というこれも長い作品なんですけれども3回に分けて総集編という形で出しております他長編の他に短編として母ちゃん、孤島、夫婦の朝などの短編作品も読んでおります以上、イグサチャンネルの現況報告でした、えー、その他、万葉集のシリーズ 松尾芭蕉の俳句のシリーズなどなども、チャンネルの方では展開しております。以上、架け橋で7つのチャンネルのそれぞれの演目のご紹介、コメントのご紹介ということで、今回はこういったところで、次回につなげたいと思います。それではまた来週の水曜日まで、この後お天気の方がちょっと心配ですが、お気をつけてお健やかにお過ごしください。どうもありがとうございます。 それではまた。